はい、はい、どうぞ、前出て、前出て、もう一歩前出て、はい、どうぞ、はい、台風気をつけてね、はい、何が大丈夫でしょ、うん、あ、落っことしてる誰か帽子かぶったもん、まあ、いっか、紐ついてるから、うん、痛い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 、あー、楽ちん、まもなく到着します。それと見えて歩いて下を見てください。シムラーダットステーション、まもなくうん、いやー、リフトの方がいいかな、うん、楽、うん、あの、とりあえず3密は避けれるから一番楽、うん、夕方は本当にあの夕方とか人がいない時間帯だったら3密にならんけど、よかったね、行き日陰の方で。これどんな、うん、これどんな風になってるの、日向だったら死んじゃうパターンですよ。そんなガチャンガチャンしない、ここはまだでしょ、うん、あ、耳がキンとする、熱い、うん、キノコが入ってる、間違いなくお互いさ、あれだよね、靴落ちることないよねみたいなさ、あ、なんかキノコ入ってた、え、キノコ入ってた、場所によってはこうなんかかぶせるやつあるよね、リフトで、こう上からこう何て言うんだろう、別のプラスチックをこうかぶせるみたいな、っていうのもある、あ、そう、いや、まあすごい雪だけどね、うん、うん、そこはもう完全に雪入るのを防止するために、サビを検分のやつ、サビオ県民ってなんだ、はぁ、草津山も綺麗だな、わぁね、草津山かぼちって言わないけど、多分そうでしょ、まあリフトの方が楽だね、楽、気使わねえし、もう弊社バレるよ、うん、あち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 、これでスマホとか落としたらもう涙だよ、あと半分だね、日向、長時間辛いのこれ、リフト、うん、リフトはどんぐらい、何分だっけ、
4時半じゃなかった？4時半？あんま覚えてない。リストが何分だっけ。あ、時間頂上まで大体10分ぐらいで。え、そんなかかるっけ？うん、そんなかかるよ。10分だったらなんかこう残されたような気持ちなんだろうね。ポンコポンコみたいな。これだって、これいきなりこのリフトがポロッと取れたらもう終わりだよ。まあここもまだかろうじてこれがあるから骨折ぐらいじゃん。足捻挫とか、うん、このネットなしで落下したら死ぬな。まあ無理だろうね。足骨折で済めば優しい方で。うわ、滑落事故ってこういうやつでしょ、こういう高さなんでしょ。ゾッとしてきた。あ、足当たるね、下手したら。うん、下手したら当たるの。足長い人。そう、足長く狭めて。足長おじさん。ちょっと歩いてる。サビ。そういうクワガタとか見つけてもどうしようもできない悲しさがあるやつだよね。チョビを。頂上で寝れるかな。暑いからね、登るの断念しちゃう。これは今日諦めていいよ。下山頑張るよ。俺そんな頑張んないよ。下山頑張る。あの、ほら、道あるとこに緊急避難で。あ、全部キノコ生えてる。え？あ、またキノコ、白いキノコなんだよね。白いキノコって、白いキノコ、ね、白いキノコってか、白いキノコ。何そんなに強調してんの。写真を撮りしてます。よろしければこちらお願いします。撮ります。で、あれ高い。見た。お兄さんとかで多分目線いってる可能性は。やっぱり買わないといけなくなっちゃうよね。まあどっちでもいいかなって思っちゃう。あれ焼くじゃん。その後どうすんだろうね。何が買わなかったやつ捨てんじゃないの。あ、やっぱ捨てちゃうんだ。じゃあ取っといてどうすんの。他人の写真なんて建物したら犯罪だよ。なんかもったいないよね、でもそれ。うん、でもしょうがなくない。なんかあれみたいにすりゃいいのにね。ディズニーランドとかみたいにくださいって言う人だけ。じゃああと10分待ってくださいね。ああ、その印刷するのもってことです。あ、いたいたいた。そんなせっかちじゃないよ、僕みたいな。ここ歩いてくんだよ。これ緊急で止まったらここをひたすらあの道を。そうなの。え、そうだよ。歩いたらすいんの。え、知らん。だってこれがなんかで緊急停止したら、だってそこ歩いて行かなきゃいけねえじゃん。へ、これ登るのか下るのかわかんないけど、登ったな。登っていくのかな、これ道的に。下りもありそうだけど、そこにずっと道あるんだよね。うん、 あともうちょっとで終わり。俺やっぱ10分ぐらいあるよ、これ。やっぱ10分あって。
急に眠気がプワーってきた。ベルトに降りて歩いて左へ出てください。 You will soon arrive at the station. When you arrive at the station, please get off the train. 俺も眠いんだよ。はい、このベルトで降りますよ。歩いて左へ降りてください。はい、行きます。どうぞ。